おはようございます。おはようございます。星投げとカウントよろしくお願いします。おはよう、起きてくれてありがとう。皆様眠たいね。星投げと鑑定よろしくお願いします。カウントはコメントを打つように数字の1を書いて送信、あのコメントを送信するように送信して、また同じように2を書いて送信して、3を書いて送信してっていうのを繰り返していけばカウント完了になります。ギフトも投げ、みーちゃんのために投げるよって方は、あの一つずつ個数はすばらばらはす、うん、えバラでバラあっつポン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 ってやるんじゃなくて、ダダ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 みたいな連投っていうか連打っていうか10連で連続で投げてくださると、同じ個数なのにポイント数が連投の方が良いのでお願いします。ぜひともお願いします。有料だとまた高く、同じ個数ではまた高くなるのでよろしくお願いします。そして無料のギフトは1日5個もらえるんですよ。でもそれも10個ずつがいいから、2日に分けて、分けてじゃない、2日間で10個に貯めてからあの投げてくださると嬉しいです。あ、バルーンありがとうございます。うん、何が欲しいもありがとう、でまちゅ。いやー、5時の配信が初めてなんですよね。6時台はやってたんですけど、5時は初めてで、思ったより口が回ってる自分に驚きです。寝てたんだけどな、3分ぐらい前までギリまで寝てた。いやマジで一瞬時計見間違えて、そう寝過ごしたと思ってマジ焦った。正直言うと全然寝てなくて、そう昨日ちょっと配信後に姉から電話がかかってきまして、そうあのショールームのなことで、イベントのことについて話したいことがあるみたいな感じで、あ、今日から就活休みなので全枠ガンガン行きます。え、ありがとうございます、嬉しい。あ、パスリさんフラッグありがとう。ん、おはよう、はじめましての方。パスリさん、これはフラッグタワーだお気づきになりました、ありがとう。フラッグタワー、フラッグタワー書くの初めてかも。やばいやばいやばい、全然できないよ。これはやっぱタイマーですね。3秒。待って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 、え、なんかいつもより長くない？電車、電車女みたいになってるあ、チャレンジのギフトも忘れずゲットしてください。私これでみんなの目を覚まさせてます。設定やいじるの忘れてた。フリー枠が多くて、あ、メンバーみんなやってないから公式枠じゃないと星もらえないですもんね。やっぱ6時からが最適なのかな。今日起きたことをね踏まえて明日の配信につなげたいな。1枠1枠が勉強なので。え、てるさん出向タワーありがとうございます。
皆さんまた連射モードです。ちょっとうるさいかも。てるさん、しこ、あ、ちなみに間違い普通に撮ってた。しこたわ、ありがとうございます。ちょっと片手持ちができなくてしかも音でかくない？マナーモードなんだけど。てるさん、しこたわ、ありがとう。またカキカキしますので動画、SNS とかに載せますので待っててください。今日載せれるか、今日載せたいけどちょっと分かんなくて。ステホシ寝坊して結構ね、リップとか見てても遅れちゃったとか見てたから、で枠が配信公式のライバーって書いてあるけど枠が少ないってことを踏まえるとやっぱ6時からが最適なのかなって思ったり、ちょっと私が焦っちゃったね。枠をやっぱ増やしたいと思って。でもね、こうやって朝起きてくれてるみんながいるから一日というかこの期間イベント成り立ってますので、こんな朝早く起きてくれて感謝ですわ、マジで。エピソードありがとう、ありがとう。そう、なんかお姉ちゃんからねかかってきた電話が、そうショールームで思うなんか疑問みたいな疑問言われたんだけど全く覚えてないな。めっちゃその時スケジュール考えてたんだよそうスケジュールまだツイートしてなくて、そう聞きながら、あのちょっとなんかスケジュールかけながらでいいってやってたから全く覚えてないな、聞いとかんとあ、入ると目立つけど一応公式でやってるルーム30個あるか、集められなくはない。ああそうかな、なら3週できれば頑張ってほしい。ギリギリの極悪二週枠もある、なんだそれは。はじめましての方、バルーンありがとう、嬉しい。カニ味噌美味しそうな名前でやってるね。そう、なんだっけな、なんか言ってたんだよ。なんだっけな忘れちゃった。初見で入るから名前呼ばれた、釣られて帰ってこないでよね、釣られたら帰ってこないか釣られたらまず帰ってこないわな。釣られないでよね。確かにそんな短期間に、なんだっけ、なんか昨日レインボースターをタワーとしてベイってやったじゃないですか。でレインボースターもなんていうのかなんか言ってたんだよな、めっちゃ曲がおぼろげ人間なんだっけな、お前か写真撮っちゃったよ、いらない自分のベッドのし、なんかね言ってたんだよ。でもお姉ちゃんが後で文字で送るわって、全然ごめん理解できんって言ったけど、あの頭が回らんって言ったけど、そうあ、そうだ、なんで分かった、なんで分かった、え、カメラやっぱつけてるでしょ。じゃあ5時のテンションじゃない、ごめんなさい、ほぼ寝てないからもはやオールテンションなんだよ。なんで分かった、絶対カメラついてる。そうだ、課金のおまけでレインボースターなんかあのパックがあるじゃないですか、パックがある、あ STU パックと普通のパックみたいなあって、どっちもそのパックでもらえるもので、あのレインボースターをタワー扱い、タワーにするならあのバルーンもタワーなのではっていう、お姉ちゃんがタワーチェックしてくれてて、そのバルーンの方で投げてくださった方メモってくれてて、なんで分かった、絶対カメラついてるやん、やめてやめて。おまけギフトでも
レインボースターだけ言うし、なるほどね。あ、そっか、バルーンは20ポイントだから数える。あ、そっかそっか、そういう意味で。だから私もそのバルーンの時は気づいてなくて、でファンの人もコメントで言ってないのを見てたから、私のファンの人が言ってないってことは違うと思うよって言ったんですよ。そう、でもなんで違うのって言われて、私は説明ができなくて、私はあのファンの人を信頼してたから、だってファンの人がっていう確かにバルーンは違くて、あのスターの方は優勝相手扱いなんだよね。じゃあ昨日のが合ってるってことですね。ありがとうございます。そう、バルーンは20個だから50個投げてる人いるんですよ。でもそういう星は優勝的なやつでってことなんか、とかとりあえず今のままでいいってことか。あ、ふーちゃんもおしさんありがとう。あとお姉ちゃんがそのもともと有料アイテムは何倍になってみたいな。おう、バルーンありがとうそう、有料アイテムは何倍になってみたいな、もともとそれがあって10連になることで3倍でみたいな、お姉ちゃんが計算してて、むしろあのこれってパックをお姉ちゃん課金多分する気なんだけど、なんか2個パックあって STU パックじゃなくてスターの方がお得よねって言ってて、それを聞いててって言われたなんかめっちゃポン頭いいんですよ。頭良くて私よりなんか理解早くて、なんか私が説明されて、そう、なんでみーちゃんが分かってんのって、なんかちょっとキレ気味で言われるみたいな。デイビッドさんフラッグありがとう。オークンさんもフラッグありがとう。そうだからみんな分からんからショールームで聞くって言って、ヨシさんもありがとう。あ、やっぱそうなんだ。チヨチヨさんもありがとう。フラッグやっぱ頭いい人って理解早いんだな。なんか自分が本当にバカなんだなと思ってそうだから、もしなんかうちのお姉ちゃん多分課金する気なんだろうけど、なんかもしファンの方もなんとかパックみたいなのがあったら、もともと有料ギフトは 1.2 倍があって、でさらに10連でまた倍になるから、スターの方がお得ってお姉ちゃんが言ってました言ってました。バルーンよりお得だと言ってて、もしパックを私のように注目してる人がいたら伝えて、届けてこの言葉をはじめまして、はじめまして、佐賀県の方か、よろしく。なんか STU パックって名前だから STU のファンの方そっちゲットしそうだけど、これなんか自分たちで気づけっていうやつなのかなみたいなそう、だからスターの方が良きなので、もし検討してる方は念頭に置いてていただけると。すごいよね我の姉バナナよねそうなの、オイラもそれでバルーン選んだ。あ、出すよね STU パックって言われたら。そう、なんか増量サービスっていうのもあるんだよね、レーモンスターが。お姉さん今回初参加なんですけど、あ、アプリで、アプリで課金すると Google 税とか Apple 税かかるから、ウェブで買う方がおまけがついたわ。こう、私なんかすごいいい情報だなと思うんだけどさ、あの毎回の配信の定型文にこれ言ったらなんかすごい嫌な人、皆さん課金するのはウェブからですみたいなんかでも大事ですもんね。もし課金してくださる方がいたらっていう感じで、ウェブでアプリで課金すると税がかかるから、ウェブで OKOK。 あ、もーくんさんフラッグありがとう。フラッグありがとう。生々しくいくか、朝5時やから精鋭たちよ
生配信のこ、しゃべれなかった。朝5時の精鋭たちよ、生々しくいくわ。じゃあスターは20もらえてバルーンは100だからポイント一緒やで。違うんやってみんな言ってたやん違うんですよ。何が違うかと私は説明ができないんですけど、レインボースターもらえるのが PC からの、あーそこも PC だけとかある。ウェブで買うとおまけがついてお得らしい。あ、確かに おまけって言い方であってる。そうね、バルーンが 2.5 倍扱いになるかどうか次第。確かにそれ次第ですね。でもとりあえずあのパックは STU パックじゃない方がお得ってことの認識は合ってるんですよ。そう、レインボースターの増量もあってで10連 かける括弧10連にするので。あ、バルーンは 2.5 倍以下明示されてないからリンボースターの明示されてないの不安だわな。そりゃちょっと知恵で全部作ろう自分の知恵。山さんありがとう。嘘、私も知らんかったんやけどね昨日得た知識を我が物側に言ってますけどけどあのここまでみんなが全否定されてないってことは多分レインボースターがお得なんだと思う過去買えないアイテムは無料アイテム扱いだとかバリューも無料アイテムだと。だからあのさっきのタワーの話だよね。レインボーは確実、使わなくても今後だ。確かに分かんないですよね。けどまあ分かんないからこそ確実なレインボースターが確実に、確実に書いちゃったそう、ね、もし同じであったとして今同じかどうかがなんかグラグラグラなのでそもしかしたらあの最終的に同じじゃないかいなんかもしれないですけど、グラグラグラな感じなのでレインボースターはイベント後も使えるので確実に。なんかすごい生々しいな、朝5時の作戦会議生々しいな生々しいな。スマホはブラウザ版に行かないと特パックは買えないの。ちょうどよくないじゃないですか。じゃあアプリだと税がかかるんでしょアプリだと税かかるから。朝はねもう精鋭たちでね本当生、朝から生3週フルカウント終了、3週5時間とかありがとう。10連がお得が理解しました10連ほんと大事、うん、無料のギフトも星も全て10連で頼みます。マウス、私 SMS 認証今日言ってないSMS 認証 SMS にこんな話したしか無料の全てがっていうか SMS 認証をしてなかったら反映されなかったら、うん、おかしかった言えば SMS 認証をしてなかったら全てが反映されないので、ミヒのために集めた星たちがミヒのために朝早くから起きてステップしたよっていうのにあの SMS 認証してなかったら私そのね皆様の頑張りを私が受け取ることができないので、ぜひとも SMS 認証もよろしくお願いします。10連コンボ投げる、えありがとう嬉しい。トップページのそう最初の画面の上ら辺に3本線横線3本の横線があるからそこをしてマイページに行ってアカウント設定行って、そうならマイページからアカウント設定飛んだらちょっと下にスクロールしたらあの SMS 認証ってあるので、 SN じゃないので Twitter の認証とは別なので電話番号の認証となります。私めっちゃチェックしてますよこれ、多分配信者がチェックした方がいいよってやつですよね。
私ね、人のコメント見ながらSNS 見てるんですよ。ありがとうご心配で、もし自分でしたと思うんだけど、それしたと思うんだけど、してると思うんだけど、ちょっと怖いなって、ちょっと見方わかんないって方がいたら、ぜひ私が言っていただけたら、私に言っていただけたら私がチェックできるので。配信始めた時にみーちゃんもショールーム機能で配信開始したツイート。どうやってやるの？このアカウントから？こっちのアカウント？配信してるのに配信開始の、どうやってやるの？配信ツイッターボタンない。配信しながら配信止まらないの、それって。私に連携ボタンっていうものがない。でも私ツイッター連携してますね。これか。配信中アプリ連携が使用できません。配信中アプリ連携が、だから配信前じゃないの？配信直前とかに配信しますっていうツイートじゃないの？配信中はできないわ。配信中にやってる？携帯が違うの？どうやってやってんの？できないよこれ。あるんですよボタンが、そういうボタンが。配信中はできませんってなるんですよ。でも私、私のプロフィール欄見ていただけたら分かると、連携中なんですよね、ちゃんとツイッター。みんなどうやってるの？シェア。え、これって、シェアかシェアあったえ、これさ、ツイッターに飛んで配信切れないの？今実験したらダメだよね私連携ってボタンがあって、連携の方見てた。これツイッターに飛んでも配信でも、やってる子がいるってことは配信切れないんだよね。今実験したら危ない。ショールームの機能だから飛ばない、ツイッター。おお、できる、ありがとう。今はちょっともうあと3分で終わるからやめとくけど、次の配信からします。別の端末からってさ、どうやってやるの？私こっちの端末連携してるけどさ、こっちの端末からショールームの画面開こうとしたらさ、配信開こうとしたらあれだよ。あ、そういうことか、配信関係なくってことか。別の端末説あるわなひなとか iPad 勢だからうちの端末説はあるけど、次の配信でも一個一個追消ししますね。もうツイートがもうやばすぎて、あ、やばすぎて丁寧じゃなくて、どんどんフォロワー減っていくしやるたびにやるけど追消ししますあ、23分ということで男女見たいと思います。リアルなタイムランキング見ます。13位ニエ HK さん、12位デイビッドさん、11位つよつよさん、10位ふーちゃんまわしさん、9位ざんたくさん、8位よしさん、7位えびさま、6位やまさん、5位リネさん、4位ヨイサーさん、3位モクさん、2位テルさん、そして1位は広島コパスイさんでした。ありがとうございます。あ、ギリだった。次は7時15分からです。15分からです。寝ます寝ます。みんなもアラームかけて起きるのならば寝てね起きてで、ちゃんと眠たいね。でもなんか意外に元気に喋ってた